何それ何それやばい、ちょっと待ってなんだ今の、シャオさん焦っちゃったんじゃん、シャオさんおらおらこれ違うじゃないのおいおいおいまたこのいじめって楽しみだこれこの間中村さんと飯行ったんだけどさ、マジで車の話しかしなかった。あ、そうそう、中村雄一さん、あ、ファンタはもうリセールの鬼だから、もうリセーラー、何の話しても何々いいっすよってファンタが言ったら、どうせそれもリセールいいんだろうっつって、そしたら逆に、いや、それは調べたらリセール悪かったんで、リセール悪いんすけど、いい車っす、みたいな。あ、ポルシェちょっと乗った。駐車場から出るまで乗った。あの、送ってくれるって言われたんだけど、なんかもうちょっと飲みたかったからファンタと飲みに行ったんだよな。駐車場から出るときに乗してもらった。マジで、めちゃくちゃ運転してた。話聞いたら。なんかもう2年で3万キロ走るとか言ってさ。2年じゃねえ、1年だっけな。とんでもない量乗ってた。強なった俺見せるとき来たっすね。いや、とうとうよ。シスに勝ちましたから。え？俺マジ？本番。え、この間？この間の本番。マジかよ。俺シスにこの間ガン処理されたんだけど。まあまあまあ、これプラチナブリスケど、釈迦さんとやるのは。せやな。マジでデカなった姿を見せたいと思います。マジか。やばい、ほぼ濃く、もしかして。え？もう超えたっす。超えた？はい。強すぎだろ。コグニーはもう。もう後ろにいる？もう後ろっす、コグニーは。強すぎだろ。あ、そのスタイルはね、よくいろんな人が撮る方法やね。最初コグニーに教えてもらって、気づいたらプロに教えてもらってるっていうのは。うん、なんなら俺もそうやしな。最初コグニーに教えてもらってた。まあ俺はキャラ隊を教えてもらってただけだけど、俺ははい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 。でも国人はちょっといつか討伐したいですね、ちょっと。うん、いや国人討伐マジえぐいぞ。いや国人ね、マジで強いっす。しかもやっぱその最初に教えてるから、本質的な癖をやっぱ知ってる、はい、あー確かに対策される。いやマジでちょっと成長を見せるの楽しみだな。一応これ何先予定？任せますよ。どれでいくっすか？やったことないっすか、何先とかも。まあ5か10かだけど、10 OK。 オボメントやるときは100先、100 100先マジで9時間ぐらいかかるぞ。やめましょう100先って100本で終わんないからな。マックス199試合だから。いやでも本当そうっすよね、マジで終わんない。結構したら、いやマノンは、はい、割と知ってますよ俺。あ、知ってる？うわ、うますぎ。はい、お、何だこの。おー、何、なるほど。いや、ちょっと猛者の匂いがしてるぞ。ちょっとしてる。俺当たってねえぞ俺この。投げ刺さるな。おい、おい、ずれてくれ。あっ、おい、投げとんちゃん、おい、投げ抜け。お、お、ラッキー。おい、有利すぎー。うわー、出たこれ。いや、うまいな。ちょっと待てよ、これこれちょっと、いや、これね、投げ抜けは絶対見てくれ。あー、はい、これもうね、投げられないさ。一回これ回復、富下げてパンチ。何、4ゲージか。あっ、じゃ、なぜこれも作戦ですね。うわー、話ね。おい、いやこれ強え。ちょっと待って、ダメだ。いや、おい、うわー、いやこれちょっと待って、強いわ。えいえいえい、これ一本か。うわー、何でも出るよ。ベガとマリーザもいけるからね。やべえ、これ見破られたら不利なのは俺なんだよな。しかもこれ、なんだよ、なんか妙な間があったな。あ、待って、ちょっと待って。よーし、よしよし、はい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 、よっしゃー。いやー、ちょっと気まずいな。ちょっとなんだ、注意はしない。パリーがうまいな。
お、垂直いけるんす。垂直だ、ダメなんだ。おい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 、なにそれ、おい、なにそれ。おやべ、やばい、マジで負ける、やばい、使っちゃって、これ1本いかれる、1本欲しい、この子で。はいはい、で、これ弱いよ、攻め、釣られないか、いや、マジ偉い。ダブル、よっしゃー。やりよ、オッケー、11っすね、これで11。やちなみに0度何本ぐらいまでいったの？0という1300ぐらいじゃないですか。1400、あ、1400戻して、400、いや、はい、このままだ、まずい、俺に触れさせたらまずいぞ。いや、それやめてくれ、それやめてくれ。これどうや、やべ、マイスしちゃった。それなんだ、それは割れないよ、あのバーンとしてるときは。何、よっしゃー、まずい、師匠、俺結構修行しだすからね。お、俺のベガを出すしかないか、これ。え、本命ベガ、いや、本命マノやね。うわ、なんだそれ、動けない、それな、これど、これどう、苦しい、苦しすぎる、これおいおい、なんだこれは、苦しそうだね。通常技は強いよ、マノンは。通常技だけはガチ。いや、剣も強いですからね、通常技で言ったら。うん、うん、やめましょう、一回落ち着きましょう。やりよる、うわ、もっとやばいかかなったから、うゆ、てか危ねー、ラッシュだね、うまー。今はでも止まってたやん。止まったっていうのは、え、なんか今コパンで止めてなかった、無敵警戒で。あ、無敵警戒したかな、俺ちょっとあんま覚えてないんだ。まあ分からんくないけど。うわー、うめえ、パリ。これ苦手っぽい。うわー、お前っすね。なんだこれ、てかなんだ。よっしゃー。あーミス。けど、ケイ。ケイ。あれ、俺のなんか俺の技が明らかに少ない気がする。よし。やばいやばいやばい、うわ、投げた、今歩き投げてよかった、やばい、やばい、下段うざいな、やばい、ちょっと待って。なんだ今の、ちょっと焦っちゃったじゃんさ。俺が、俺とかで勝てるやつだそれ。なに、ノリ、まあ、これ使え、まあ、これ勝ちに行こう。いや、えらい、実際えらいぞこれ。確認してんだな。あ、うわ、伸ばせばいけたか、だ、出ない、出ないっすね。ああ、ちょっと、おい、ちょっと、ちょっと、あ、ジャンプしてるし。回してて偉い。うわ、やってしまった。来た来た来た。しかも潜在一遇のそれが出るんすね、しかも。いや、もう汗やばい、汗やばい、汗がもう出すぎて、これ苦手、おわ、やばい、よし、うわー、これ差し返し、あ、結構打撃かかる、あ、間違えた、もう刺されないです、なんだ。やばい、これ死んだ、やばい、オッケー、もったいねー。これさっきで落とすの。うわ、いやいやいや、うわー、3-1、10先っすもんね、これ10先だね。
いやもう投げ抜けもないな。わあ、よいしょ。うわ、これ中足からか。これなかか。よいしょ。ちょっと一回待ってください。一回上着脱ぐ。上着着てんの？上着っていうか上着じゃないですけど。なんか裸になってるもしかして。上着じゃないですけど、もう普通にヒートテックでいく。いや、そういうことか。あれ終わっちゃった？今3、4、1か？いや重り脱いだ。重たい道着？マジかよ。コピコロス。ザンって落ちるやつね。落ちた。重いやつ。帽子も脱いだ。あのパイクーハンの帽子も。ターバンとあれな。ターバン脱いだ。これ人のタイミングですぎる。一回離脱や。止めて帰ってこう。くそつね。おい。うわー、あー死んじゃったー。えい、強なってる。もっとあれ俺前やった時マリーザだったよね。前やった時マリーザだったっすね。だいぶ空いたな。はい、はい、分かってきた。分かられてる、分かられてる。これ味変えないと。上手い人とやるときはこれあれなんだよな、バレたらもう本当に何とかしないと。もつれ込むだけなんだよな。味変ね。ちょっとめり込みすぎか？突然の。うわー、それね。かかと落とし。うわー、なうわー。なうまん？くっそー、これちょっと待てよ。おれーい。おい、これチートじゃないの？おどろいでしょ。おじさんでしょ。おぶねえっておいなんてことすった。いやーダメか。かかと落とし、かかと落としからのスクルクル。どっちがおじさんなのかな。うわー頼む、生きて、なんか見せれ。おいしょ。うわーくー、ビットやりません。ミッドミッドレーニングやりません。ミッドレーニングじゃ勝てねえよ。ロールのミッドタイマー、ロッドロールのミッドレーニング。ゲージなくなってる、ゲージなくなってる。玉投げないでしょ。はい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 、邪魔。はいはいはい、はい、うぜえ。お前それでなんか炎上したって聞いたぞ。やめて。160回打ったんすかね、大会で。なあ、やっべえ。おっとっと、はっ、傘当たり。これもう一回勝利券か。おお、偉いからの。これなんかね、なんか絶対ね、小ネタやってくる、絶対小ネタやってくる、これ。おい、言葉で牽制してくんなよ。キャラクター動いてねえのに。おい、なんか考えちゃったじゃねえかよ。絶対これで落としてないでしょ、今なんか。してねえよ。ワンタッチのなんか詳しげなやつ。バーンとしても熱くなるんだけど、なんでだこれ。勝手に感じてるだけだろ。おたこれ今どうだったんだ俺ら。今93。93ね、オッケー。もう一回負けらんねえ。手めくりだけは痛いのか。何来るんだ、何来るんだ、何来るんだ。かかととし、やばい。オッケー、かかととしちゃんと見てる。離さない、離さない、見てる、この辺の話見てる。ガリカスネがやべえ、ガリカスネがやべえ。はい、やめて、まだ遊びたい。あー、4200ついた。るおなに、手追いの虎。手追いの虎すぎだろ。お前お前、お前手足ないぞもう。ほら足ついてねっつっただろ、勝手に転んだぞ。うわー、もったいねえし、これゲージないの、やばい普通に。
投げね、これ痛すぎる。これやべ、なかなかね。垂直ちゃうん。うわー、垂直。おいちょっとマリーザ、マリーザ、いやマリーザ、ベガのがギリ動くな。マリーザ俺結構得意ですよ。マリーザ得意、マリーザ得意。いやマリーザきつい。じゃあちょっと待って、じゃあ一旦ベガ、一旦ベガ。オッケーです、ベガちょっと HP もらおう。あ、いいよいいよ。ちなみにベガも、俺もうマノンやり始めてからマジでやってない。おーってなったら、この間シスコさんとやるときにマジ一瞬出しただけ。うわー、話してくるかなとは思ったけども。けどもね。けどもちょっと、この有利を。なんだっけ。オッケーオッケー、なんだっけマジでかい。でもうジャスパーそんなうまかったらやりたいでしょう。うわーこれね。なんかやべ、いや俺はこれ勝ちに行くっすよ、ここをもらいに行く。はあ、ゲージ1。よし、これここで離してこない。離してきた。何それ、なんだ。あ、わあ、いやー、よし。ね、本当に分かんないんだけど、それちょっと待って。お、俺。いや、おい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 。やっかいやー。これ最高の相撲です。もうこれやばい。やってるのと本田と変わんねえそれ。あ、本田だよ。やべ。なんだ？くそ、ドン。うわー、パニッシャー。なんで俺この真冬におでこに汗鳴らしながらやってんだ、俺は。なになに、おい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 、いやー、やべ、間違えた。おおおお、何が起こったこれ。おしおし、おい、ちなみに俺も人雷あるよ。人雷も持ってるよ、ペガ。ちょっと人雷してください。うん。ちょっとふざけんな。はい。ちょっと俺もこの波動拳の使い方は学んでるっすか。おい。おい。おい。ローバイスの、まだ早い。で、パリーしたい。なるほどね。なよっしゃ、届かして。もう一回見てる。もう、やばくない。どっかでお仕置きしたいな、これは。厨房プレイ。これはどっかで許さないで、お仕置きしなきゃ。いや、まだいける。マジかよ。よし。よけ。絶対そう。うわー、もう嬉しすぎて。あれ。いや、でも読み勝ったのが嬉しすぎておかしくなっちゃった。うわー。よし。マジか。絶対あれに連発やってくると思った。もう一発でガードされた時点でもう俺も次やろうと思ってさ。もう釈迦さん読みでいったと思いました。マジか。オッケー。いや、もう出せないっしょ。読まれたな。これやばい、マジで。これやばい、それ。やばい。親しことがやばすぎ。若者いじめって楽しいな、これ。う
フンスやめてほしい。フンス痛いか痛い痛いのか痛いのか。これ俺の体に入った爆弾。はい、くっそくっそ、もう投げくると絶対思ったのに。ちなみに投げ押してたで俺、多分ギリそっちがボタン押すの早かったから暗転して入ってない。なるほど。おいあぶねえ。勝てねえ。つえ。いやでもだいぶひどかったな俺のベガ。おマリーザやらせてくれるんですね。マリーザもいけます。えマリーザはちゃんと対策したっすか。届かねえ。あ。なあこれ。うわまたバナ。いやなんかなんかなんだこれもう終わった。終わったのか。うわあ。しかもめっちゃオーバーキル。いやごめんこれ以外にルートがなくて。うわーうわ無理だ全部負けた。強い。あ強いっすわ、ね、マジ疲れたな。マジで疲れた、ね、あこれ客先やばい。ちょ嘘でも言っちゃいけない数字。マリーザホンダで客先もうオモメントで3回したよ客先。やばい。後半どんな感じになるんですかそれバトル。もうお互いコンボミスりまくって読み合いも回りまくってもう意味不明なことになる。マジで変な行動を取るようになる。でもねいいよやり得だよ俺。だからホンダ戦マジで得意だもん。俺もうホンダ結構やったのに人得にならない。いやもう500本くらいやろホンダと。ハントさんもうめっちゃ負けましたよ、うん、ハント。ハントなんかこの間飲んでる時に「なお前波動拳160発撃たれたんでしょ」みたいな話したら嬉しそうに動画見せてきた。この間のリジェクト入った相手の「ええええええ」ってなって「ええあこれそうそう鶴岩」つって動画見せてきたっすか2回。そう2回、見せてきたっていうか何か動画探したらあると思いますよって言われたから調べて「これ?」って言ったら「あそれっすそれっす」って言ってずっと動画見てる横で俺の画面覗き込みながらブツブツなんかいろいろしてた。その時の感想戦。いやもうツイッターとかでももうすごかったんですからファントさんマジで。煽ってきてた。俺のコラとか波動拳の俺の顔が描いてるコラとか作って。なるほどね。だいぶやってきてたんだ。だいぶやってきたっすよ。コクニーとかももうまあホンダはなどの世代にもいる。ホンダスカイっていうのはしゃあないですね。これはもうどの世代、釈迦さん世代だったらお坊さんでみたいな。そう次の下の世代、俺の下の世代ももしかしたらなホンダに苦しむ人が出てくる。いやありがとうございました。いやこちらこそ誘い。ありがとうございます。お願いしますまた。いや本当に勝つ、ま、次は勝つさ。自信ついたらまたいつでも声かけて。わかりました。ありがとうございました。はいお疲れ。またやりましょう。はい、はい、お疲れ様です。はいお疲れです。